はいどうも皆さんこんにちは、セブンと申します。それではね、レッツゴーイーブイーブ1匹だけでクリア、前回の続きからやっていきましょう。さてね、ここねジムがあるんだよね、このポケモンジム。さあこのポケモンジムドアに小さな文字で何か書いてある。問題、このジムの鍵はどこにあるでしょう。ヒント、草が絡みついた建物のどこかに。もう絶対これじゃん。あた鍵見つけなきゃいけないと。なるほどね。あ、なんかモンスターボール、よし。いや今ねちょっとジム行こうかなと思ったらこうなっちゃったから、じゃあまあここやっていきますか。ポケモン屋敷は研究のため科学者がたまに出入りしとるようだ。あ、じゃあちょっと行ってみますか。うわすごい音楽。わあ、あ、ブーバーって持ってたっけ。ちょ、ブーバー当たってみるか。さあ野生のブーバーが飛び出してきた。やっぱ持ってないよね。よしよしよし、ポケモン、うん、おお一発ゲット、幸先がいいね。さあブーバーのデータが新しくポケモン図鑑に登録されます。火山の噴火口から生まれた、全身が燃えているため火の玉と見分けがつかない。ブーバーをバックのポケモンボックスにしまった。よしよし、ドーガース持ってた。何を持ってたか覚えてない。なんか持ってた気がするな、ドーガースは。あ、持ってねえわ。よしよし、はっ、じゃあそう動くな。俺もそう動くやつ大嫌いだ、もう。よしよしよし、いくぞ、ポケモン、うん、おー、さっきからねガンガンゲットできんね。スーパーボール最強かもしかして。よしよしよし、オッケーオッケーオッケー。さあドガースのデータが新しくポケモン図鑑に登録されます。暑いところでは体の中のガスが膨らんで破裂する危険性もあるので注意だ。うわ怖っ。そうなの？やべえポケモンだな。さてじゃあガンガン進んでいくか。上登るか、ちょっと待って、下まだ見ていくか。いいね、こういうダンジョン久々な気がする。なんかずっとポケモンジムとかやってたから。秘密のスイッチをポチッとな。お？何？どこかで何かが動く音がした。うわ何が動いたんだ。もうゴールドスプレーやった。あ、いるね。この屋敷仕掛けがあってなかなか進めませんぜ。おお、君は火事場泥棒の豊地。やば、あ、もう典型的な泥棒だね。よしよし、ギャロップはもう全然余裕ですわ。泥棒はしちゃダメだよ、みんな。火事場泥棒とかほんと最悪だよ。あー電光石火めんどくさい。まあいいや、これでワンパンだべ。あいやー余裕。はい、しかも回復していく。いい、わー風呂敷の中身だ。すごい、なんだそのサングラスの感じ。秘密のスイッチを押すと同じ階の扉が互い違いに開くんでさ。なるほどね。あ、さあ日記、7月10日新発見のポケモンを私はミュウと名付けた。あ、それ俺持ってますよ、ミュウ。ミュウは持ってますよ。うん、ちゃんとねゲットしましたから。あー、またドガスびっくりした。もういいね、でもまたドガスこの際ゲットしちゃいましょう。いや今回も一発ゲットしようよ。ほっ、ちょっと待って待って待って、いや難しいな。ちょっと待って、強いんだ。よし行くぞ、ポケモン、
無理か。一発ゲット難しいな。よし行くぞ。ポケモン。よし行くぞ。ポケモン。なんでなんで。ちょ頼む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 。はよしよしよし、オッケーオッケー、行くぞ。ポケモン。んな、ちょっと待って、グレートとかエクセレントとか出したいな。あー早速出したわグレート。ポケモン。なんで、ね、お願いお願いお願いします。よしよし行くぞ。ポケモン。あ逃げられそう、これ逃げられそう。あ弱い。よし行け行け行け。ポケモン。いやじゃあスーパーボールダメだな。じゃあ、まあ、残念残念。まあ次ね来た時に、出てきた時に捕まえますか。さてさて、で出てきた早速。ちょっと意外にねモンスターボールの方が捕まえられる説ない。あそんなことなさそうだけど、行くぞ。ポケモン。うわおおし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 、お、来た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 、エクセレント。ポケモ。うんねえ無理か、いけるかな。さあいけいけいけ。ポケモ。うん、おおモンスターボール最強か。いいね、マサトが助っ人。さあ、ゴミの中に含まれている、毒ガス、バイキン、ホコリを吸収して生きている。ほー、すごいな。なんか、実質空気清浄機じゃないそれ。ハイパーボールを3個見つけた。3個まとまって落ちて。待って、さっき火事場泥棒が最低だとか言いながら、俺のやってることも大差ないんじゃないか。大差ないよね絶対。互い違いってことは秘密のスイッチを押せばここが開くのか。あ日記ありますね。日記、7月5日さっきより前かな。ジャングルの奥地で新種のポケモンを発見。あそれがミュウだったみたいな。元気の塊。さあカジバ泥棒していきましょう。さて、あ、日記。日記、9月1日。ポケモンミュウツーは強すぎる。ダメだ、私の手には負えない。なんか、あれだな、突然ミュウツー出てきてるな。よいしょ。さあ、秘密のスイッチポチッと押して。お、メタモン、メタモン、なんだこいつって思ったら。あーメタモン可愛いな、メタモン結構好きだわ。メタメタモンモンって歌知ってます皆さん。メタメタモンモン、メタメタモンモン、メタ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 モンモンってやつ。さあ行きますよ。さあ行くよ行くよ行くよ。メタモン。うん、おーさすが、やっぱポケモンじゃなくてメタモンにはメタモンでしょう。はいお疲れちゃん。さあメタモンのデータ。相手を見た瞬間体が溶けるように変化を始める。ほぼ同じ形に変身する。あすごいね。これじゃね、秘密の鍵見つけた、やった。オッケーオッケー。丈夫なガラスでできた大型の入り物だ。
ガラスには内側から何度も叩いたような跡がある。ほう。PP マックスを見つけた。ここであれだね、ミュウツーが誕生したみたいな感じだろ多分。じゃああれだな、ちょっとまださミュウツーの日記を全部見つけてないから、それだけ読んで終わろう。まあ、もうガンガンカットするからね。ああもう一瞬だよ。あった日記。日記、2月6日。ミュウが子供を産む。生まれたばかりのジュニアをミュウ2と呼ぶことに。さあ、だ鍵を手に入れましたので、このジムに行けると。じゃあ行ってまいりましょう。もうなんだ、なんかちょっと気持ち悪いジムだな。こんなジムだったっけ。おっす、未来のチャンピオン。このジムでは、うわーす、第1問。え、なになになに、あれお前、ちょっとカズラさんまだだよ。そうか。え、なに怖いよあの人。今の親父がグレンジムリーダーのカズラ。炎のプロフェッショナルだ。それはともかくよく秘密の鍵を見つけたな。ジムへの挑戦を認めよう。このジムではクイズにも挑戦してもらう。まあ楽しんでくれ。ほう、レポート書いとくか。さあやっていこう。グレンタウンに住む研究員の家族が退屈しないようカズさんいろいろ考えてくれてんすよ。はあ、あれなんかこんな感じだったっけえ、なに、カズラは司会者の腕はあれだが勝負はめっぽう強いぞ。おお、あカズラさん面白い。あ、でもなんか盛り上がってるぞ。このタイプのチームリーダーってのは他にもいるのかい。ちょっと待って待って、お前じゃない。今日も熱い勝負とクイズが楽しみじゃの。何にもないグレンタウンの唯一の楽しみ何もないことはねえだろう。よいしょ。あいつは話せないのかな。ちょっと みんなに話していきたい。僕ポケモントレーナーじゃないけど、桂さん見ててもいいって。トレーナーさん頑張って。頑張る。話しかけに行けないやつがいいな。そいつはほっとくか。さあ、じゃあちょっと桂さん行きますか。どうだ、始めていいかな。ああまあ始めていいよ。よし、そこに立ってくれ。どこ。うわちょっと恥ずかしい。うわ恥ずかしい。うわーす、グレンジムがお届けするポケモンクイズ。チャレンジャーは5つの問題に答えていただくわけだ。正解したら桂さん人形がもらえる世界不思議発見みたいな。クイズを間違えたら弟子のトレーナーと戦ってもらうことになってるぞ。さあ、じゃあまあわざと全部間違えてトレーナーとバンバン戦っていくみたいな感じにしようかな。弟子に勝てたらやっぱり桂さん人形あげよう。なるほどね。桂さん人形5個集められるかな。さあ5個集めればいいと。それでは早速第1問。問題。皮膚キポケモンといえば、これ普通にわからん。ブーバーじゃね？多分ブーバーだから間違いのガーディを置きします。チャレンジャーが答えたぞ。気になる判定は。バカ、ハズレですバカって言うのよな。残念無念、惜しくもハズレ。チャレンジャーに戦ってもらう弟子の取れないでよ。ポケモンが吐く炎の温度どのくらいか知ってる？どのくらいなんだろうね。髪が火がつく温度が300度って言うけどね、そんぐらいじゃないの。さあリザードを出した。サノットユウイ行ってこい。さあキーキッバブルでワンパン。お疲れさん。あすごい、丸バツクイズみたいの下に書いてある。燃えるっていうのは空気中の酸素がむにゃむにゃブツブツ。はいはいはい。見事な勝利、カツラさん人形獲得だちょまんま不思議発見だろこれ。おいダメだろ。さて行くぞ第2問。
ポケモンリーグ認定ジムバッジは全部でいくつ？8個なんだけど、まあ、7個って答えます。チャレンジャーが答えたぞ。気になる判定はバカ、ハズレです。バカっていうことない。そので、お前表情か、イーブイずっと笑顔出して怖いな、おい。さあチャレンジャー、泥棒と名乗っておりますが、足を洗ってここで修行してますぜ。お前前科一般なの？前科者がいるジム嫌だな、ちょっとな。さあ9コン、9コンだったら、まあ、生き生きバブルで、まあ、基本的にここのジムは生き生きバブルでも全員ワンパンできそうだね。おい、ちょっと待って、あぶね。よし、いけ。ワンパンできませんでしたよ。あもう開始の解放者やられていく。やけど動作したらもう地獄だからな。まあ、PP 温存、ちょっと待って、電光石火めんどくさい。まあ、PP 温存のためにビリビリエレキで。はい、お疲れちゃん。さあノットイブンのレベルもどんどん上がっていくからね、どん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 余裕になっていくよ。参りやした。見事な勝利、桂さん人形獲得だ。まだまだ行くぞ。第2問、第3問。ちょっと勝田さん、さあ、そうだよね、今読み間違えたかと思ったら。3問目だよ。第3問、問題。鋼タイプの技は炎タイプのポケモンに、今一つだけど罰、今一つだよな、今一つだけど抜群って書いておこう。チャレンジャーが答えたぞ。気になる判定はバカ、ハズレです。イーブイかわいいな。カツラがポケモンを始めたきっかけを知ってるか。そんなんあるんだ、なんだろう。さあ理科系の男、ブーバは絶対ワンパンできるから、じゃワンパンしていきましょう。おいし、特勝。カツラが遭難したとき、炎の鳥ポケモンが暗い夜道を照らして助けてくれたことがあるのさ。へえ。それでポケモントレーナーになろうみたいな。さあ見事な勝利、カツラさん人形獲得だ。おお、その真ん中じゃないんだ。さあチャレンジャー、これまでに見事カツラさん人形を3つとも集めているぞ。続けて第4問、問題。技マシン28とはシネシネ光線である。ちょっと待って、なんやそれって突っ込みたい。何これ、ちょっと待って、でどうなんのこれ、ちょっと待って、なんやそれ、やっていい、これ戦いにならなかったらごめんね、これなんやそれ。チャレンジャー答えたのは気になる判定は大正解、当たりです。おめでとう勝田さん人形。ああ、まあ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 、これはしょうがない。いろいろラスト問題で張り切って答えてくれ。ラスト問題、チャレンジャーセブンが今から戦う相手はカツラ、グレンのジムリーダー、炎のプロフェッショナル、熱血クイズ親父、カツラさんかな、あなたです、カツラさんかな、にしよう、カツラさんかな。チャレンジャー答えたぞ。気になる判定は大正解、当たりです。なので、ね、お前、うわーす、おー、なに、ボシュートなんだけどね。おー、いつの間に、見事5個のカツラさん人形を集めたチャレンジャーよ、いよいよ勝負の時が来たぞ。わしは燃える男、グレン島ポケモンジムのカツラ。わしのポケモンは全て炎で焼いて焦がしまくる強者ばかりなのだ。うおーす、やけど直しの用意はいいか、持ってたかはちょっとわかんないな。さあまあ戦っていきましょう。カツラジムリーダーのカツラが勝負を仕掛けて、おめえ燃えてる。さあブーバー、さあね、これ生き生きバブルで倒すのもいいんだけど、
起点っていうか、まあちょっとドバドバオーラでこれから先どんなポケモンが出てきても耐えられるようにしとこう。壁張っとくとやっぱ強いね。放射は全然効かないよ。やけどはすんだよ。よし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 、これでみんなにイキイキバブルして、これもう勝ちですよ。多分ね、物理タイプの炎技は使ってこないんじゃない？あんまりわかんないけど、そんなにないし。はい、お疲れちゃん。ギャロップ。あ、オッケーオッケー。さあ、まあまあガンガン倒していきましょう。さあ、イキキバブル倒せねえんかい。ちょっとやばくね、フレアドライブ。うわー、てかそういう技を使えんのかい。まあ、フレアドライブなら反動で落ちるはず。はい、お疲れ。ウィンディさあ、伝説ポケモンのウィンディ、さあイキイキバブルで倒していきましょう。ウィンディかっこいいよな。いいね。さあ倒した。急所か、有効急所かな。まあ、いや体力も全開。このジムが一番ちょろいな。やっぱイキイキバブルが強すぎてね。うん、余裕もよっちゃんだわ。さあさあ、ってこいつワンパンできるか微妙なんだよな。まあイキイキバブルでさよなら。じゃあいやいや、壁が張られてるから、しかも避けていく、大文字を避けていく。光の壁なくなっちゃったし、まあいいや。まあこれでとどめです。はい、お疲れ。このジムが一番簡単だったね。はい、お疲れ様です。わしは燃え尽きた。いいね、やっぱジムリーダーはお金持ってますよ。お前にこそクリムゾンバッジはふさわしい。セブンはカズラからクリムゾンバッジをもらった。それからこの技マシンを受け取れ。何？解放者？46、大文字。技マシンケースにしまった。技マシン46は燃える大技、大文字。大文字は炎タイプのポケモン。ロコンやリザードに覚えさせると良いぞ。この技をみんな大文字焼きと呼んでいるが、聞いたことないけどな。それは間違いだ。本場では大文字とか、送り火と呼んでいるのだ。あ、さあイーブちゃん、さあノットイーブは勝利の嬉しさが全身に現れている。ああ、よし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 。あ、もう笑っちゃってね。さあね、じゃあ今日はね、カツラはもう倒したんでこの辺にしたいと思います。よければね、チャンネル登録と高評価ボタンの方よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。笑っちゃうね。